ニューヨークで新型コロナウイルスのワクチンを不正に手に入れて接種していたとして病院の捜査が行われていますこちらの病院では不正に入手したワクチンであなたも打てると客を募っていましたしかし今では州政府の捜査が入りノーワクチン、ワクチンはありませんと書いてあります捜査を受けているのはニューヨーク市内などに複数のクリニックを展開するパーケアコミュニティヘルスネットワークです ワクチンは早いもの勝ちですなどと広告を打ち、資格のない医療機関であることを隠してワクチンを申請し、6日間で869の接種を行っていました。クオモ州知事は、この病院だけでなく、接種した医師や看護師、接種を受けた市民も捜査の対象だと述べました。